フィギュアスケート男子で五輪二連覇で、プロスケーターの羽生結弦さんが4日、アイスショー譲る範囲アイスストーリーサードエコーズオブライフ、トゥール、のツアー公演を発表した。この日開設されたホームページで、ギフト、AT 東京ドーム RE アンダーバープレイから続くアイスストーリー第3弾、開催決定。と発表、12月に埼玉で、 来年1月に広島、2月に千葉で公演する。ホームページで公開されたハブさんのコメントは以下の通り。私は生きているということについて物心ついた頃から漠然と考えてきました。そして東日本大震災を経て、またさまざまな災害に遭われた方と出会い、記憶や思いに触れ、加えて、 近年急増しているように感じる日本各地の天才や世界中の困難を目にするごとに学んできた生命倫理と考え感じてきた私が持つ哲学の中で私が生きているということ生きている意味について答えを探しては見失いまた探して見つけて仮定してということを繰り返してきました太目を外に向ければ私たち自身を見失ってしまうような 情報にあふれた社会の中、自分の痛みも他人の痛みも感じ続けてしまうような世の中で、命とは何か、私とは何か、そんな途方もないと言えのヒントになりたいと思い、物語とプログラムをつづりました。きっと、私にしかできないなんてことは、この世には存在しないと思います。AI やテクノロジーが発展している今、 人間にしかできないこともどんどんとなくなり始めています。ただきっと作り上げていくチームと公演を見てくださる皆さんと一緒ならその一瞬は私たちにしかできないことに変わると信じています。世界最高峰のチームとそして皆さんと一緒に最上級の体験をしていただけるよう心を込めて魂を込めて全身全霊で滑り届けていきます。